はい。これがですね、ソニーの WF-1000XM3 になります。はい。これがですね、ソニーの H800 になります。音声はどうでしょうか？このような感じになっています。はい。ということですね、これが AirPods ですね。AirPods 2で録音しています。はい。これがですね、AirPods Pro で録音。はい、どうも皆さん、こんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にレビューしている YouTuber のラーマーです。オーディオ系のガジェット専門ということで、最近話題の完全ワイヤレスイヤホンはじめ、ヘッドホンなど、多くのですね、ガジェットをレビューしてきましたが、その中でですね、時々こうご要望としてありました通話品質をついに比較する時が来ました。正直僕はあんまり電話しないので、需要もそんなにないだろうと思ってたんですが、最近はですね、コロナの影響もありまして、Zoom などを使用したミーティングを行う方もですね、多くなってきてるかなと思います。その自分のその会社の人と話すとかだったらまだいいかもしれないですけども、ちょっとこう取引先の人と Zoom のミーティングをするとかってなった時に、あまりにも通話品質が悪すぎると、失礼かなとも思いますよね。だからといって、こうマイクを買ったりとかっていうのも、 YouTuber とかだったらね、他にも使用できるからいいと思うんですけども、そうじゃない方にとっては、あんまりね、こうマイクを買うっていうのは乗り気じゃないのかなっていう気もしてて、だったらこうイヤホンとしても使える、他の用途としても使える、こういうね、要はこうミーティングをそこまでしなくなったとしても使うことができるイヤホンで、 Zoom のミーティングとかその通話した時になるべくこうクリアに通話できるイヤホンってないのかなっていうことで、今回ですね、音質のテストを行ってみました。録音したイヤホンの一覧なんですが、こちらになります。完全ワイヤレスイヤホンもそうなんですけども、僕が個人的に今まで紹介してきたワイヤレスのイヤホンの中で一番通話品質がいいなと思うアンカーのサウンドコアライフ NC、 こちらもですね、一応テストしてみました。で、設定なんですけども、マイクの入力のレベルは毎回同じレベルで調整するのは大変なので、自動でやりました。で、レベル差がね、大きい時も、できればこう編集でこう調整するのやめようかなと思います。ありのままで出しちゃおうかなと思います。で、それからズームには連続的な背景雑音の抑制、断続的な背景雑音の抑制、エコー除去という機能がついてまして、その音質を良くなるように自動でね、調整してくれる機能がついています。今回ですね、Zoom でのテストなので、これは全て自動にして録音したいと思います。なので、スマホとかで通話した時と比べるとちょっと違うんじゃないかなと思います。はい、ということですね、比較してみた映像をどうぞ。はい。これがですね、ソニーの WF-1000XM3 になります。ちょっと今天気があんまり良くなくて雷がすごいので、その影響もちょっと出てきてしまうかもしれないんですけども、こんな感じですね。はい。これがですね、ソニーの H800 になります。音声はどうでしょうか？このような感じになっています。はい。ということですね、これが AirPods ですね。AirPods 2で録音しています。結構持ってる方が多いかと思うので、ちょっと参考になればいいかなと思います。はい。これがですね、AirPods Pro で録音しています。ちょっと今、HP のファンが急に回り出しちゃったから、ちょっともしかしたら影響があるかもしれないんですけども、実際にね、ファンが回り出すこともあるかと思うんで、こんな感じですね。はい。これがですね、テクニクスの EAH-AZ70W で録音した音声になります。どうでしょうか？テクニクスも結構使う人がいるので、参考になればいいかなと思います。はい。こちらがですね、パナソニックの RZ-S50W で録音しています。音声の調子はどうでしょうか？テクニクスとどういう違いがあるのかな？こんな感じです。はい。ということですね、こちらがゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2で録音しています。これはですね、アップデート後の音声になります。アップデートしたことによってね、少しだけ音声良くなってます。こんな感じですね。はい。これがですね、マスター&ダイナミックの MW07 プラスの音声になります。価格もですね、4万円と、非常に高価な、一番高いんじゃないかなと思いますね。非常に高価な完全ワイヤレスになってます。ただ、電話の音声は全然その気にしたことがないので、ちょっと比較するのが楽しみですね。はい。これがですね、リブラトーンのトラックエアプラススペシャルエディションになります。で、スペシャルエディションじゃない方がマイクが2つ。スペシャルエディションの方が3つになります。なので、これ3つの方なので、音質は、スペシャルエディションの方がいいはずです。こんな感じですね。はい。これがですね、ヤマハの、なんだっけ。TWE3A ですね。ヤマハの一番価格の安い完全ワイヤレスになってます。ヤマハの完全ワイヤレスの割には7000円ぐらいで購入できるので、結構おすすめの完全ワイヤレスですよね。こんな感じになってます。はい。これがですね、アビオットの TE の BD21F の音になります。どうですかね。はい。こちらがですね、アビオットの TE の D01D Mark II の
音声になります。これ非常にそのまあ人気の完全ワイヤレスイヤホンで、まあ、その外音取り込み機能もついてるし、バッテリーもですね、120時間持ちますし、でまあデザインもまあ結構いいということで、まあ、あとまあワイヤレス充電もできるし、非常に人気なので、これも結構気になりますね。こんな感じになってます。はい。これがですね、AG の TWS-04K の音質になります。あのですね、有名なファイナルが音質を監修しているということで、音質は非常にいいです。で、まあ、ケースも180時間再生できるし、まあ、これはね、後でこれ動画出すかと思うんですけども、非常におすすめです。ただまあ、電話の音質、通話の品質はどうなのか楽しみですね。はい。これがですね、マービンの Air10R ですね。まあ、非常にこのコンパクトなケースの完全ワイヤレスイヤホンで、まあ、あとその防水性能も IPX7 で、まあ、コンパクトで、まあ、タフに使える完全ワイヤレスイヤホンということで、結構人気の商品になってますね。ただ、通話の品質はね、ちょっと僕もそこまでわかんないんで、どうかな。こんな感じになっています。はい。これがですね、グライディックの TW6000 になります。非常にその付け心地も良くて、まあ、ケースもですね、コンパクトで、結構人気のある商品になっています。個人的にもですね、この価格帯だと結構気に入ってるようになってますね。どうでしょうか。はい。これがですね、アンカーのサウンドコアライフ NC というですね、ネックバンドタイプのワイヤレスイヤホンになってます。今まで完全ワイヤレスイヤホンのやつを紹介したんですけど、僕個人的に今まで紹介してきたワイヤレスイヤホンの中で、これがね、一番通話品質がいいなと思ってます。ここにね、マイクがついてるんじゃなくて、ここに4つついてる。なので、音は、まあやっぱこういう風に喋るからね、いいんじゃないかなと思います。はい。これがですね、ソニーの WF-1000XM3 になります。ちょっと今天気があんまり良くなくて雷がすごいので、まあ、その影響もちょっと出てきてしまうかもしれないんですけども、こんな感じですね。はい。これがですね、ソニーの H800 になります。音声はどうでしょうか。このような感じになっています。はい。ということですね、これが AirPods ですね。AirPods 2で録音しています。結構持ってる方が多いかと思うので、まあ、ちょっと参考になればいいかなと思います。はい。これがですね、AirPods Pro で録音しています。ちょっと今、HP のファンが急に回り出しちゃったから、ちょっともしかしたら影響があるかもしれないんですけども、まあ実際にね、ファンが回り出すこともあるかと思うんで、こんな感じですね。はい。これがですね、テクニクスの EAH-AZ70W で録音した音声になります。どうでしょうか。まあ、テクニクスも結構使う人がいるので、参考になればいいかなと思います。はい。こちらがですね、パナソニックの RZS50W で録音しています。音声の調子はどうでしょうか。テクニクスとどういう違いがあるのかな。こんな感じです。はい。ということですね、こちらがゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2で録音しています。これはですね、アップデート後の音声になります。アップデートしたことによってね、少しだけ音声良くなってます。こんな感じですね。はい。これがですね、マスター&ダイナミックの MW07 プラスの音声になります。価格もですね、4万円と、まあ、非常に高価な。まあ、一番高いんじゃないかなと思いますね。非常に高価な完全ワイヤレスイヤホンになってます。ただ、電話の音声は全然その気にしたことがないので、ちょっと比較するのが楽しみですね。はい。これがですね、リブラトーンのトラックエアプラススペシャルエディションになります。で、スペシャルエディションじゃない方がマイクが2つ。スペシャルエディションの方が3つになります。なので、これ3つの方なので、音質は、スペシャルエディションの方がいいはずです。こんな感じですね。はい。これがですね、ヤマハの、なんだっけ。TWE3A ですね。ヤマハの一番価格の安い完全ワイヤレスになってます。まあ、ヤマハの完全ワイヤレスの割には7000円ぐらいで購入できるので、結構おすすめの完全ワイヤレスですよね。こんな感じになってます。はい、これがですね、アビオットの TE の BD21F の音になります。どうですかね。はい、こちらがですね、アビオットの TE の D01D Mark II の音声になります。これ非常にそのまあ人気の完全ワイヤレスイヤホンで、まあ、その外音取り込み機能もついてるし、バッテリーもですね、120時間持ちますし、でまあデザインもまあ結構いいということで、まあ、あとまあワイヤレス充電もできるし、非常に人気なので、これも結構気になりますね。こんな感じになってます。はい。これがですね、AG の TWS-04K の音質になります。あのですね、有名なファイナルが音質を監修しているということで、音質は非常にいいです。で、まあ、ケースも180時間再生できるし、まあ、これはね、後でこれ動画出すかと思うんですけども、非常におすすめです。ただまあ、電話の音質、通話の品質はどうなのか楽しみですね。はい。これがですね、マービンの Air10R ですね。まあ、非常にこのコンパクトなケースの完全ワイヤレスイヤホンで、まああとその防水性能も IPX7 で、まあ、コンパクトで、まあ、タフに使える完全ワイヤレスイヤホンということで、結構人気の商品になってますね。ただ通話の品質はね、ちょっと僕もそこまでわかんないんで、どうかな。こんな感じになっています。はい。これがですね、グライディックの TW6000 になります。非常にその付け心地も良くて、ケースもですね、コンパクトで、結構人気のある商品になっています。個人的にもですね、この価格帯だと結構気に入っているようになってますね。どうでしょうか。はい。これがですね、アンカーのサウンドコアライフ NC というですね、ネックバンドタイプのワイヤレスイヤホンになってます。今まで完全ワイヤレスイヤホンのやつを紹介したんですけど、僕個人的に今まで紹介してきたワイヤレスイヤホンの中で、これがね、一番通話品質がいいなと思ってます。ここにね、マイクがついてるんじゃなくて、ここに4つついてる。なので、音は、
まあやっぱこういうふうに喋るからね、いいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、完全ワイヤレスイヤホンの通話用のマイクを使用した Zoom での音声テストの比較でした。実際こうやってね、比較してみると結構違うもんだなって思いました。音量もね違いますし、ただね、こう聞いてわかる通り、まあ、完全ワイヤレスイヤホンって、まあ、ここにねイヤホンがあるので、まあ、こう喋ってる方向と全然違うところにマイクがあるので、まあ、いくらこう技術がねかなり進歩してきてるとはいえ、まあ、あんまり、うん、期待しない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、でもね、最後にご紹介しましたこちらの完全ワイヤレスイヤホンではないんですね。こういうネックバンドタイプっていうタイプなので、ちょっとその完全ワイヤレスイヤホンと比べると大きくなっちゃうんですけども、僕が所有しているワイヤレスのマイクの中で一番通話品質がいいなと前々から思っていました、アンカーのサウンドコアライフ NC、やっぱこちらがですね、一番音質としてはいいんじゃないかなと思いましたね。マイクが片側に2つ、両側で4つついてます。で、しかもここについてるので、まあ喋った時にね、ちょうどまあここら辺にマイクがあった方が音質はいいと思いますし、まあピンマイク的な感じでね、まあ完全ワイヤレスイヤホンと比べると明らかに音はいいんじゃないかなと思います。で、しかもノイズキャンセリングもついてるし、外音取り込み機能もついてるし、マルチポイントって言って、2台同時に接続することができるんですよ。だから、まあそのパソコンとスマホ両方に接続することができたりとか、テレワークで使うのに非常におすすめのワイヤレスイヤホンだなっていうふうに改めて思ったので、そのテレワークにおすすめのワイヤレスイヤホンですよっていうふうに紹介する動画をですね、また後々作っていきたいかなと思います。下にですね、このライフ NC のリンクも貼っておきますけども、まあ別の動画でですね、またご紹介していきたいと思います。はい、ということですね、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからですね、下にツイッターのリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。アラモでした。